さあ、続いてのコーナー行きましょう。妙に変だな。妙に変だな。このコーナーは、えー、ま田人さんの <coughs> お、風に話をするんですけども、全く怖くないお話でございます。ラジオネーム、シアンフロッコ大好きっ子。何シアンフロッコって何だろう。大田さん、ミミズを、頭ではなく、尻尾から食べる人。どこっちがどっちだもわかんないし。<laughs> どっちでもいいよ、もう。食うわけねえだろうがよ。ミ酢ミ肩乗ってます、ね。 いいか本当に乗ってるわけないんだからもう <laughs> 3匹乗った<ー>首のところに上がってきました気持ちいいからめてくれる <laughs> 私は温泉が好きでしてねその日も行きつけの温泉宿に行ってこの呪われた体を清めようと思っていたんです <laughs> 大体温泉となのは向かって右側が男湯だから、私はスーッと赤いのれんの方に入ってもう間違っちゃってるんでしょうね、<laughs> 赤いのれん。早い時間だったから、脱衣所にも温泉にも人がいなくて、私は嬉しくなっちゃって、素早く服を脱ぎ温泉へダイブした。しばらく貸し切り状態の温泉を楽しんでると、脱衣所が騒がしくなってきた。 そしてよ、湯気でよーく見えないんだけど、どうもタオルで胸を隠した人たちが入ってきた。あれ妙に変だなだっておかしいじゃない。まさか女湯にいるわけじゃあるまいし、男は胸を隠す必要ないじゃない。怖いなぁと思っていたら、そのうちの一人がタオルをはだけさせ、お湯の中に入ってきた。 私は一物を見てやろうと。<laughs> 目を凝らした。<laughs> それもおかしいよね。目を凝らしたが具が見えない。<laughs> そんなこともあるのかなと思って。ふと上半身に目をやるとなんだかボインと膨らんでるんだ。<laughs> あれ、妙に変だなだっておかしいじゃない。そのボインと膨らんでる部分を見ていたら、 リトル・稲川も膨らんでくる。最 <laughs> 悪役だよ。もうなんだよ、これ。男なのに胸がボインと膨らんでるのはお相撲さんなのかな私のお尻可愛がりされちゃうのかなと思って言った。<laughs> パイオ2が海底の姉ちゃん、<laughs> チャンネルがこっちを見てキャーと悲鳴を上げたのその時私気がついちゃった。私の人生もうおしまいなんなんだ えー、ラジオネーム集団チャネリング、うん、これは先日自宅で体験した話なんですけどねその日は妙に蒸し暑くて汗がダラダラ出てくるもんだから朝からずっと嫌な予感がしてたんだ、うん、あんまりにも汗が出るもんだから 私、石鹸のいい匂いのするいつもの生発スプレーを使おうと思ってスプレー缶を手に取ったんだな。ふとスプレー缶を見ると、ハエと蚊のイラストが描いてある。<laughs> <laughs> <laughs> あれ妙に変だないつの。いつの間にデザインが変わったのかな。旅行に乗り遅れるのは怖いな、怖いな。<laughs> でも夏らしくていいデザインだなぁと思って、体中にスプレーをかけた。ところがいつもの石鹸のいい匂いがしないんだなそれどころか妙に薬品,薬品臭い匂いがする。まあでもこういう、制発スプレーもあるのかなあ、制汗スプレーもあるのかな商品開発の努力の賜物だなすごいなぁ。すごいなぁと思っていたら、部屋の中をハエが飛んでいるのが見えた。 私は急いで殺虫スプレーを探したんだけど、見当たらないんだな <laughs> 仕方ないから物は試しだと思って、<laughs> さっきの生発、生還スプレーを、エに向けて思いっきり発射した。<coughs> するとエは床に落ちて死んでしまったんだな、うん、そこで私気がついちゃった。うん、ああ、今時の生還スプレーには殺虫効果もあるだ、ね。だからなんでだよ。いやー便利な世の中になりましたね。<laughs> <laughs> 超えた殺虫剤の匂いはきついね。うん、昔のね。昔のね。あ、今はそうでもない、ね。今あんなのあんまないんじゃないのかか。ハエとウカの絵が描いてある、ああいうのって。あんま見ないよね。うん、本当あ、見るいや、まあ、ってかね、最近あんま使ってない、確かに。で、うち猫2匹いるから、例えば、カとかいても、使わない。ね、やっぱ、良くないと思うから。だから、すっげえ刺されてる、うん、これ見て。今。 俺、これ、ここ何日間かカニすげえ刺されてる。もう出てますかいや、うち泣いてさ、すげえ刺されちゃってカニ。どっか空いてんじゃないのいやいや、だから別に、空いてた、空いてるっていうか、今は、たまにそら窓開けますから、その時入ってきたんでしょうね。で、それが家の中にいるんだけど。網戸じゃないんですか網戸じゃないですけど。<ー>ええ。網戸じゃない、網戸じゃないですよ。<ー>ええ、ただ、そ入ってきたんだろうね。<ー>うん。それがさ、もうかゆくて。 でも、殺虫剤って使えないんだよね。ラジオネーム、シアンフロッコ大好きっ子。うん、また来た。大田さん、デカマラテチビスケこんばんなんつう名前だよ。羨ましいです。羨ましいですよね,すよ,ねよ。今日は待ちに待ったプール開きの日。私はこの時を楽しみにしていたので、家から海パンを履いていこうと思ったんだ。そしてテンションが上がってきたので、着替えのパンツを頭に被ってみた。<laughs> その時お母さんが早くしなさい、しないと遅刻するわよと声をかけてきたんで、私は急いで学校に向かいました。幸運にもその日はいい天気で、先に水着を着ていた私はプールに一番乗り、女子の水着姿も見られてもう最高でも不幸はすぐに訪れるんだな。授業が終わり、更衣室に入ると私のパンツがなくなっている妙に変だな。<laughs> だっておかしいじゃない。いくら私だって朝からノーパンだったら気づくじゃない。これ誰かに盗まれたのかな怖いな怖いなまあ、こんなこともあるのかなと思いながら。うん、しょうがないから海パンを絞って朝みたいに。うんえー、まあ,あ、制服の下に履いたんです。うん、でも朝と違って濡れている海パンは気持ち悪いな。気持ち悪いな。な 朝と違って、その時私気がついちゃった。うん、着替えのパンツを頭に被ったままだったから。<laughs> はい、<laughs> <laughs> これを履いても気持ち悪いなそうだよね。途中で誰も言わなかったんですかね。あと、あのちゃんと見えてたんですかね、頭に被ってね。まあ水泳棒と間違えたんじゃないですか、先生がスーしちゃったんじゃないああ、なるほどね。うんえー 今タッチバックされてますね <laughs> お前さやめなそういう名前にすんの <laughs> 自立の色子ちゃんですはいこの間私魔法使いが活躍する映画が見たいなと思って <laughs> もう大体さ <laughs> そんな動機ある魔法使いが活躍する映画が見たい魔法使いが活躍する映画が見たいなと思って ハリーポッターの DVD を借りたんですよ。うん、早速 DVD を再生したら、なぜかアンジェラ・アキさんが出てきてね。<laughs> へえー、アンジェラさんって音楽活動以外にもこんな活動もしてるんだな。<laughs> 音楽以外にこんな活動もするなんて器用なんだな。<っ>マルチな才能怖いな。怖いじゃねえ <laughs> ところがアンジェラさんが活躍するのはいいんだけど、 肝心のハリーポッターがなかなか出て <laughs> ははーん。さてはこういう演出なのかな <laughs> なんてたって主人公だからきっといい場面でかっこよく登場するんだろうな。そんなこと思いながら映画を見ていたんだけど、待っても待ってもハリーポッター出てこないんだ。その代わりアンジェラさんの。<laughs> <laughs> うきにまたがって空を飛び回って大活躍してる。<laughs> ほー、アンジェラさん、ね、かっこいいな。<laughs> でもちょっと目立ちすぎてやだな。<laughs> でしゃばりなアンジェラさんは怖いな。<laughs> そんな感じで映画が続いて、ついにハリー・ポッターが出てこないまま映画終わっちゃったの。あれー、妙に変だな。だってアンジェラさんばっか出てきて、 <laughs> ハリー・ポッターが出てこないって <laughs> これじゃあ,あハリー・ポッターじゃなくてアンジェラ・ポッターか<然>ハリー・アンジェラ <laughs> 何言ってんだよ <laughs> <laughs> これじゃアンジェラ・ポッターかハリー・アンジェラになっちゃうじゃない <laughs> どっちがいいかな <laughs> 迷うな <laughs> ま <laughs> あ、こんな話を続けてきましたけど。<laughs> <れ>実は私気づいてたの。<laughs> 私がアンジェラ・アキだと思ってたのは、<laughs> ハリー・ポッターなんですよ。なんだよ、メガネだけだし。無理 <laughs> やり、無理やりアンジェラと思い込んで <laughs> メガネも似てねえし、別に。